演舞開演。どうも、本日はこちら、スポン飴半分を飲み舐めてみたいと思います。さて、こちらも先日の特産品に当たったものです。ということは、スポンは特産なのか。いえ、初めて知りました。舐めているとだんだんすっきりとした香りが口の奥から鼻の方に抜けてきます。のど飴のような印象ですね。呼吸もすっきりできます。わさびとは違う意味で朝にいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。